分かりづらかったかもしれないですけど、結構シワあったんですよ、うんうん、あ、浮いたね。はい、こんな感じ、サッと、はい、そしたら板に。シャロムダジャハオチョの意味だ天国家ウジンでございます。はい、皆さんこんにちは、松尾石穂です。はい、石ぽよくんとですね、今日はね、ここ立花祭、天国書道教室からね、お届けしますけれども、うん、今日は何をやるかと言いますと、何やりますか。今日はね、はいはい、裏打ちパート2。前回やったびしょびしょ裏打ちね、これも画期的なんだけど、うん、なんかいろいろとできなかったというにじんじゃったという情報もいろいろございまして、うん、あ、まあね、慣れです。慣れだから、あのやり方でも多分うまくいく方法はあるんだけど、何回か重ねないとね、さらにやりやすい方法ですね。僕も やり方わからないけど、うん、今からちょっと関穂くんがですね、その裏打ちのやり方 を伝授していただけるということでございますんで、今日はね、その裏打ちパート2、パート2、はい、必見でございます。ぜひご覧ください。せーの、どうぞ。どうぞ。はい、じゃあね、道具の説明します。はいはい、前回の、動画一番あの再生回数多いね、うん、裏打ちの、動画なんですけれども、うん、それを一回見るとさらに、分かりやすい、比較できると思うので、うん、見てください。道具はほぼ一緒です。まあでもちょっと違いがあるので説明していきます。うん、はい、今回は、うん、まあ、まず裏打ちする本紙ですね、うん、本紙1枚、それから、裏打ち用の、芯取り残し、うん、これは前回の動画でも全く同じものを使用してます、うんうん、これは書道用品店とか表具屋さんで手に入れてください。はい、それから、張り込む板、これも前回と一緒です、はい、木のベニヤ板ですね、うん、はい、それからですね、刷毛2種類、はい、100円屋さんで揃うやつ、はいはい、それからタッパ、2種類が、1個がのり用と、そうです、こっちがのり用、こっちが伸ばす用、ね、だから1個はね、あの、まあまあ何でもいいか、サラサラの方がいい、1個はのりつけないやつ、はい、何でもいいです、うん、何でもいいって言っちゃいますこれは、うん、あのプロの方すいませんね、本当見てたらふざけるなって言われるかもしれないけど、まあ、あの簡易的な誰でもできるやり方を技術紹介していますので、うん、はい、それから糊ですね、糊、うん、は大和糊、用意しました。もう家にね転がってた、うん、もう残り少ないやつをかき集めて、今日ちょっと全部使っちゃおうかなと思います、はい、いっぱいやる人はねボトルで、なんか売ってますので、そういうの買ってもいいと思います。それから愛用しているこのね、僕が何年も愛用している、霧吹き、はい、これも100円ショップですけれども、はい、長く愛用してますこのものたち、はい、で今日やっていきます。はい、はい、じゃあね、うん、まずはこの本紙、うん、これね、うん、僕が最近書いたものです、はい、コヒセンっていうね、この色ついた紙です、うん、何でもいいですけど、まあ今日これをやっていきたいと思います、はい、で、本紙をこう裏返しにする、はい、新聞紙の間に挟みます、はい、挟むようにしますけれども、はい、もう早速いきますよ。この霧吹きでこう見えますかね、裏返してね、うん、こっちにやるとちょっと、うん、なんだろうね、そうね、うん、一応これしばらく経ってますけれども、数日置いたものです、はい、一応裏返しにしとくといいと思います。それで霧吹きかけますよ、はい、こんな感じ、あ、出ないな、あ、出た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 、全体になじませて、うん、こんなもん、はい、ちょっと結構びしょびしょだな、はい、でこれでサンドイッチみたいにこうやっております、はいはい、これでお料理番組みたいですけれども、うんうん、5分ぐらい置いてください、ね、はいはい、はい、だからまた5分後にね、うん、カットするかもしれないけど、はい、うん、そしたらこれ今ね、はい、湿らせてます。その間にやること、はい、このタッパーに糊を溶いていきます、はい、じゃあちょっとこうやってこのね、不液糊って書いてあるこれを投入していきます、うん、お、結構いつのだって感じですけどこれ、うん、固まってる、いや、うん、ちょっとね、うん、まあ溶いていきましょう、はいはい、僕はね、うん、こう何個もあるじゃないですか、うん、ちょこちょこ買って、うん、全部使い切ってないから、うん、これもちょっと混ぜてみよう、そんなに入れんの、そんないらなくね、いらないんだけどいつも多くなっちゃうんですよ僕、あ、そうなんだ、うん、このぐらいにしときましょう、はい、ね、これ、うん、入れました。それで、今水を用意しなかったのでこの
スプレーのりが、うん、スプレーのりじゃないこれはなんだっけこれ、うん、水でしょ霧吹きか、うんうん、霧吹きの中の水をちょこーっと入れます。あ具合は何対何これ前回も言いましたね。わかんないこれ何なんだろうこれ、まあ、そんな濃くしなくても大丈夫だよ。ただ僕は前回宇人さんに言われたのはえそんな濃いのって言われて、でもね、あ多分僕はそれ平気でやってるでしょ。俺基本的に障子のりでやってるから。そうなんだ、うん、だから大体これはね、うん、ちょっと濃い方がいいと思いますよ、うん、僕はこの大和のりとか、うん、不液のりでやるとき、うん、でも濃いっていうのがどんぐらいかが基本的に分かんない。そうなんだよね。これ言ってあげ、なんか測ったことないんですよ、うん、すいません。でも多少入ってりゃねつくよ。うんだろうね、うん、ここら辺皆さん僕はあのこれ教授屋さんとかに聞いた方がいいかもしれないね。うん、うんうん、これあの最初は、うん、昔話するようですけど、うん、大東文化大学の書道学科で、うん、あの高橋先生に、ゼミかなんかで、うん裏打ちのやり方っていうのを、うん、あの見せていただきまして、うん、その時の記憶を頼りに、うん、その後自分で勝手にやっていることでして、うん、やり方も何もかもですね、うん、ちょっとずつちょっとずつ、自分なりの雰囲あのあれが入ってきまして、うんうん、これが直伝っていうわけじゃないかもしれません。この割合ももう当の昔に記憶がなくなって自分なりのを勝手にやってるだけです。こんなもんかなと思います。ちょっと溶いてみて、まあ、ちょっと粘り気があるぐらい今白ですね。白っぽいけど結構サラサラ、うん前回よりちょっと薄めにしてみました、はい、なんとなくちょっとやってみようこれで、はい、了解です、はい、で大体できてきましたこれは。そしたら皆さんにこう見てもらいたいのはこの状態、うん、分かるかな湿ってるも全部、うん、伸びるんだね。ちょっとね色ついてるからごめんなさいね、うん、でね色ついてるのはね見てください。ここにちょっと色がこう、うん、水をつけてこうサンドイッチしたからね、うん、色が染み出てますね、うん。あんまり染料が強いものだと、うん裏打ちした時に結構散ったりね色がバーって散ったりするかもしれないんだけども、うん、これはかなり濃い染料で染めているものなので、うん、そういうのもあるけどできるだけ散らないように、うん、墨があの滲んで汚くならないようなやり方を今回紹介しようと思ってるわけです。はい、はい、そうしましたら、うん、これね、うんあんまりそっと持ってこう、うん置く、はいはい、置いた、うん、そしたらこれでですね、うん、この糊がついてない方のハケで、はい、簡単にさっとこう伸ばします。こう、うん、ほら伸びる綺麗にこう、うん、さっきね、うん、分かりづらかったかもしれないですけど結構シワあったんですよ、うんうん、それが結構伸びちゃうこうやって、うん、ここ多少あるけどね、うん、まあ、光の加減です、うん、もうほとんど伸びたこれ今この状態わかるかな。最初よりすごい伸びたんだけどね、うん、こういう状態です、はい、はい。でもう一気にですね裏打っちゃいますよこれで、はい、早いから、ね、早いよ。今回は前回のびしょびしょがないですね、うん、だからタオルが必要ありません。これ大事、うんこれね、うんまあ、ツルツルの方を表、うん、前回ね裏でやってたかもしれない。いやそれで質問があったでしょ。僕も見ました。でもねどっちでもできるんです、うん、まあ結果から言うとね。だけど、うん、まあツルツルの方でいきましょう。ごめんなさいね前回俺も分かんなかった。ザラザラの方で。そうそうそう。だって関北結構強調してたもんザラザラの方に、うん、で後で見返したらあのもうね作業しててね、うん、こう言い訳じゃないですよ、うん、宇人さんが話しかけてくんのよいや俺あだからさこれ笑いどころだけど質問されてさ、うん、いやなんかザラザラの方がそ、うん、うちでツルツルが外の方が後でけば立たないでいいんじゃないですか、はい、でこうやってね、うんはい、もう間違ったことは言わないどこ、うん、本当に前にはどっちでもいいんだもん。どっちでもいい。別にだってザラザラが悪いわけじゃん、うん、じゃあはい、はいね、今回はツルツルの方になりました。で皆さんもうあっという間これまたすごいね、うん、こう前回はびしょびしょになって、うんタオルですごい水分取りましたけど、うん、もうの、はい、乗っけただけこうやって。それでさっきのハケでもいいんですけどこうちょっとね
こんなんやんなくてもいいんだけど、まあこれだけ早いな。早い。はい、じゃあもう最後ね、ここはねでも大事、ちょっと濃い海苔を作りたい。やっぱり、うん、ここで剥がれちゃうとね嫌なんで、うん、ちょっとね濃い海苔、台無しになるからねこれ剥がれる、うん、それで、うん、ちょっとこういうところで濃くね、うん、もう原液でいいでしょ、そのままスティック海苔とかでもいいんでしょ。あ、そうかもしれない、うん、その方が早かったりするかもしれないですね、うん、僕はねこうやって、うん、真面目か分かんないですけど、こうやってててと、うん、2周ね、うん、これは隙間を作っちゃいけないからね、はい、でやっぱりちょっともう怖いからこの濃いのをこう1周回しとこう。はい、はい、これでここがちゃんと浮くのがいつも不思議なんで、ね、はい、はい、見てみましょう、はい、浮くかな。あ、浮いたね。はい、こんな感じ、さっと、はい、そしたら板に、ごめんね、板はここっちに持ってきますよ。はい、これもう何度も使ってるやつ、こうやって置くと、うん、であとはそーっと、今ちょっとこっちが広かったな、まあそれは関係ない、まあね、周りをゆっくり丁寧に貼っつけます。ここが一番大事かもね。はい、隙間を作らない、一切作っちゃダメだよね、そっから空気入るとそこだけ膨らんじゃうからね。そう、前回との違い、はい、言いましょうか。はい、何でしょう。乾く時間が数段早い、うん、あ、そうか、びしょびしょじゃないから、びしょびしょじゃないから多少タオルで取ったとしても、はい、そっか、それしかもあれだもん、ふやかしてるからね、そこでも結構蒸発してるから、これ斜めから見えるかな、もうピーンとなってんの、空気が入ってない。すごいね、早いね、終わった、はい、これはこんな感じね、うん、で乾くのは1時間半ぐらいかかります、うんうん、だから今日後でもう乾いてると思う、うん、そしたらまたそれ剥がすとこやろう、うん、これでお料理番組みたいだけれども、うん、これでちょっと待ってください、はい、でしっかりここはね、うん、指で押さえとくっていうのは、うん、大事。濃い糊できちっとこう、うん、周りは隙間を作らない、はい、空気の隙間、中はポコってなっててもいいんです、多少、はい、周りだけはしっかりこう張り込んだ状態です、はい、はい、まあこれもね何回かもう一発でうまくいかなくても何回かやってりゃ、うん、でもこれだったら失敗しなさそうだな。そう、水を大量に使ってないからね今回は、うん、OK で、OK ですか。はい、じゃああとは乾いたら、うん、後でまた剥がしのやり方、カッターの、はい、まあこれは切るだけだけどね、うん、はい、ということで、はい、はい、皆さんご覧の通り、もう短時間でですね、こんなに、ピーンとなりました。何？どうしたんですか？なんかあれみたいな、ショッピングチャンネルみたいな。そうですよ、まさにそういうことですもん、ビフォーアフターみたいなね、うんうん、で、最後、うん、ちょっと残して、うん、まあ余白というか、まあ本紙の周りほんのちょっとギリギリでこう、うん、線入れます、こうカッターで、うん、それで、もうですね、うん、切り離していくという感じでございます、うん、最後ねこうやって、はい、ラストはもうこれなんだ、うん、ギリギリだな、こんなギリギリで貼っちゃったんですね、うん、まあそこら辺はね、ちょっと残ってれば大丈夫ですので、うん、で取り出しにくいけれども、糊がね、これね、うん、内まで入っちゃった、内まで入っちゃった可能性が大変だあります、まあ、しかしこっちは特に、そうそうそう、しかしながらですね、見てください、こうやって、うん、意外とねこう剥がせるんで、うん、ちょっとはねこうついちゃうかもしれないんですけど、これは多分切れてないだけ、うん、ほら、うん、ね、これでピタッと裏打ちができました、うん、はい、こういう状態、うん、これで額に入れても綺麗だね。そうですね、うん、こんな感じ、裏はもうピーンとなってますんで、はい、これで完成です。はい、じゃあ最後に締めの言葉お願いします。はい、これでみんなも裏打ちマスター、イエイ。